海上自衛隊の藻が、身型最新鋭護衛艦が、次々と就役しています。藻が、身型の6番艦、阿賀野が浸水したという情報が入ってきました。今回は、阿賀野浸水で見えてきた藻が、身型護衛艦の凄さについて紹介したいと思います。このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかと感じませんか？予測では、速度が30ノットということですが、もっと出るかもしれませんよ。2022年12月21日、三菱重工業者中崎造船所で、海自の藻が身型護衛艦6番艦が浸水を迎え、この艦を、阿賀野と、命名する式典も行われました。この艦は、前年2021年6月に寄港されていたものです。藻が身型護衛艦の名前には、河川名が付けられています。藻が身は、山形県の母なる川、一級河川最上川に由来しています。阿賀野という名前は、福島から新潟にかけて流れ、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来するものです。太平洋戦争時には、阿賀野型2等巡洋艦のネームシップでしたが、海上自衛隊では、それ以来の初の使用となった名称です。歴史を振り返ってみますね。大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年に就役し、第3艦隊の中の第10戦隊の旗艦になりました。しかし、1944年、昭和19年、2月、トラック島沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈されました。これによって、旗艦阿賀野は、艦命を終わったということになります。この阿賀野型二等巡洋艦シリーズは、1番艦阿賀野、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦酒川の4隻が、太平洋戦争中に建造されました。最終4番艦酒川以外の3隻は、現在の藻が、身型護衛艦に、名前が継承されたことになります。これらの艦名は、それぞれ日本の河川名です。能代は、秋田県北部を流れ、日本海に注ぐ一級河川、矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は、矢作川という漢字表記になっています。酒川川は、静岡県と神奈川県を流れている二級河川です。川としての大きさから言えば、利根川とか信濃川、北上川などの方が大きいのですが、こういった名前は護衛艦以外に付けられているのです。さて、現在の藻が身型護衛艦は、今回浸水した6番艦阿賀野以降、2022年6月に7番艦、同年8月に8番艦の寄港が行われています。大体、1年に2隻ずつが寄港され、順番に就役していくというサイクルになっているようです。これまでもが、身型護衛艦のスケジュールとしては、予算決定から約2年後に寄港、寄港から、また、約2年後に、就役という工程で数を増やしてきました。結果としては、現状22隻が建造されると見込まれているようです。藻が身型護衛艦の就役については、ネームシップの1番艦藻が身が2022年4月に就役したのですが、実は2番艦熊野が3月に就役しているので、順番が入れ替わったということですね。その理由は藻が身の機関部トラブルということですが、そういったトラブルがあったとしても、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新艦級ということに、違いはありません。ちなみに、熊野も、奈良県、和歌山県、
三重県を流れる新宮川の本流です。水系名で言えば、新宮川ということになりますね。が、三方護衛艦のデータを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、深さ 90M で、現在の艦級区分では、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、三方護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、コンバインド、ディーゼル、ガス、ダルビエを採用しています。この方式によって、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としては、強力な7万馬力を発生させることができるとされています。この馬力を実現させるため、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載しました。スクリューは2軸です。が、三方護衛艦は、このような機関部構成によって、最大30ノットとされる高スピードを実現しましたが、従来艦のように、機関部専用の操縦室は設けられていません。機関部の始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う方式ということです。航行中のスピード調節は、艦橋から操作する方式になっています。このように CIC や艦橋に、総艦要員を集中的に配置することによって、艦全体の運用人員削減につながることになります。つまり、結果的には小人化になるので、乗組員定数は、およそ90名と、かなり少なくなっています。三方の CIC のレイアウトを紹介すると、出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が集中的に配置されていることがわかります。ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇と比較するともが、三方は、コンパクトサイズでありながら、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しているという小スペース艦とも言えるでしょう。しかも、従来は、もっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘能力も与えられていますから、優れものと呼ばれるのも当然でしょうね。詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機、USV、および、機雷捜索用水中無人機、UUV という2種類の無人機を運用できるという、非常に珍しい水上戦闘艦なのです。USV については、電波を使った通信、USV と UUV 間では、音波を使った通信を行うことで、対機雷戦闘の役目も担っているのです。この機雷捜索用水中無人機ですが、三菱重工業者が製造した OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。この OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介します。直径 533mm、全長が 4.0M、重量 900kg、最大速力7ノットと言われます。4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間。GPS 及び INS 方式の誘導でリチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成海溝ソナーには
フランスの軍需企業大手タレス社製のものが採用されています。自衛隊装備品には、アメリカ製が採用されるのが多いのですが、これは、珍しい組み合わせと思われます。ちなみに、タレス社は、26.4% の株式をフランス政府が保有していて、いわば筆頭株主です。つまり、フランスの国策会社と呼んでも不自然ではない会社と言えましょう。ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきました。日本にとって、仮想敵国とされる中国、ロシアにおいてもが、身型と同様の位置づけと考えられるフリゲート艦との簡単な比較をしてみましょう。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型、航海型フリゲートですね。細かく言えば、試験艦の054型航海I型と、改良版で、量産型の 054A 型へ改2型の2種類に区別できるようです。量産型 054A 型へ改2型フリゲートのデータは、基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0M、全幅 15.0M、機関部は、複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用。最大馬力は 27,200 で、27ノットのスピードを出せると見られています。身型護衛艦は、VLS、垂直発射艦を16セル搭載する予定ですが、航海2型は、倍の32セルを搭載しているので、主兵装という点では、かなり強力ということです。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は、安保関連3文書の改定内容に関し、中国を事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国は、遼寧を含む6隻の艦隊を東シナ海に進出させましたが、この中に、前述の 054A 型へ改2型フリゲートも含まれていたそうです。それにしても、軍事関係となると、中国は、反応が恐ろしく早いですね。